おじゃる丸の得意技、人間ホイホイ。お腹を見せて寝っ転がって、あ、かわいいと人間が寄ってくるのをひたすら待つという技。はい、どうも皆さんこんにちは、飼い主です。今ね、おじゃる丸寝てるように見えるでしょう。でもこれ寝てないんですよ。こうやって寝たふりをして人間を誘うっていうね、人間ホイホイの真っ最中なんですよね。ね、起きてるでしょ？寝てないんですよ。こうやってね、腹毛を見せて、ほら、おじゃる丸くんのお腹だよ、触ってごらん、柔らかいよっていう感じで誘われて、私はいつもこれに引っかかって、あ、おじゃくんの腹毛、腹毛、腹毛とか言いながら寄っていって触ってしまうんです。でね、今回も行きたいんですけど、今ご覧の通り、私の膝の上には空豆が乗ってるので、行けません。動けないんですよね。で、こういう時の人間ホイホイの楽しみ方としては、ただ一生懸命誘ってくる猫を観察するというね、そういうちょっと意地悪な楽しみ方がありますので、今日はそれをやってみたいと思います。うん、おじゃくん頑張って、頑張って誘って。もうめっちゃ可愛かったらね、まめちゃん横にのけていくかもしれない。はい、頑張って。めっちゃ様子伺ってますね。こうやってね、寝たふりも挟むんですけど、絶対寝てないのバレバレなので。うん、頑張ってよ。可愛く誘ってください。さ、どうするのかな？お、どうした？どうした、まめちゃん。まめちゃん、なーに？あれですか、あのおじゃる丸さんばっかり構うから豆子も構えと、あ、おじゃくん見てるから見てるから頑張って誘って、はい、頑張って誘ってください。あれ、誘わないの？あ、まみちゃんね、まみちゃん、はい、かわいいかわいい、まみちゃんかわいいな。もうなんかね、あのまめちゃんとおじゃる丸に取り合いされてるみたいで気分いいですね。ちょっと気分がいい。あ、まみ子かわいいな。もうね、自分に注目を集めてないと嫌なタイプですよね、まめちゃんはね。さすがお嬢様ですね。私が一番。ね。あ、あれ？おじゃる丸さん。あ、戻ってきた。戻ってきた。続き？続きしない？ちょっと拗ねてますね。これは拗ねてますね。どうする、まめちゃん。おじゃくん拗ねちゃったよ。まめちゃんしかまってたら拗ねちゃったよ。もうどっちももう自分中心じゃないと嫌なの。両方かまってるよ。拗ねてる。完全に拗ねちゃいましたね。あ、おじゃる丸さん、お待たせしました。人間ホイホイ引っかかりに来たよ。わー、わしゃわしゃさせろ。わしゃ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 、鼻毛、柔らかい鼻毛。はい、お顔もわしゃ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 。ちょっと嫌だった？待たせた分ね、ちょっと凝縮してわしゃわしゃしてみたの。お待たせしましたね、本当にね。さっきからずっと頑張ってたもんね。あ、そうそう、あのね、おじゃる丸の肉球のクマさん、ちゃんと顔になってるんですよ。ほくろがね、目のようにちょんちょんってついてて。うん、それだけの話なんですけどね。あー、かわいい。満足してもらえた？満足してもらえました？あ、よかった。やっぱね、人間ホイホイ一生懸命やったもんね。釣られないとやっぱ嫌だもんね。うん、よかった。人間ホイホイ楽しいね。うん、またね。またやってね。またホイホイしてね。釣られに行くからね。うん、人間ホイホイお疲れさんでした。
is a small silver.